一部長野未来工房アドバイザー高野昇さんにご講演いただきます。高野昇さんのプロフィールにつきましては資料の中に詳しく書いてありますのでご覧ください。それでは高野昇さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はあの週末のですね、こういうお忙しい時間帯に、こんなにたくさんの方が、長野未来工房の、前途に何がしかの期待と何がしかの興味と持って、ご参加いただいたということで本当にあのありがたいなというふうに思います。私はあのアドバイザーという形で、今回長野未来工房いろんな形でこう考えていってみたいなと思ってるんですが、今日皆さんと少し考えてみたいなと思ってるのはこの今日のタイトルでもありました自分が変われば周りが変わる、周りが変われば地域が変わる。これは実はですね企業をやっていてもそれから地域を考えるときにも全く同じメカニズムかなというふうに考えてるんです。あるいは個人で個人を見るときにも同じようなメカニズムが働きます。オリンピックの水泳の選手を鍛えている平井さんというコーチがいます。有名な方です。彼は1996年に一人の非常に線の細い選手と出会います。でこれまで平井さんが手掛けてきた練習方法でこの選手はついてこれないなと思ったんです。それで彼はこれまでの自分の中にあった選手を鍛えるという常識を自分で変えてみたんです。この選手に合った鍛え方をしたらどうなるだろう、全く今までとは違った方法でその選手を鍛えています。そうやって出来上がったのが2回金メダルを取った選手ですよね。これはもう皆さんがよくご存知のところだと思います。でもそうやって今までの仕組みの中で何か物事をやろうっていう発想の中でできることは非常に限られる。その発想を捨てるということではないです。臨機応変に自分が少しだけ変わって他の人に働きかけた時に何が起きるんだろうということを考えていく。こういうことを考えていくと実はできることとそれから自分たちがやれることやらなければいけないことやってこなかったことっていうのが非常に明確になっています。で長い間に人っていうのはですね、優秀な人であればあるほど学習をしていきます。物事を学んでいくんです。こういう言葉を聞いたことがある人いるかもしれません。学習性無力感、つまり無力感を学んでしまうということです。例えば自分に羽がついてるかもしれない。想像の翼っていう言い方を私はよくするんですけれども、自分の羽は小さくて弱いから飛べやしない、飛べないから飛ばない、飛ばないでいるとどんどん筋力が弱っていきます。そうすると本当に飛べなくなってしまいます。これはですね、学習性無力感というのは往々にして古今東西いろんな政治家の人が使っている手段なんです。我々庶民が所詮こんなことやったって物事変わりはしねえよ、自分一人くらいが何かやったって変わるもんじゃないよというふうにみんな学習させられてしまいます。どこかで目覚めないとその学習ってのは優秀な人であればあるほどどうせやったって無理さというふうにどん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 自分の中に溜まっていきますから、それがその人の重力になっちゃいます。その人の物事を考える時の重力になってしまいますから、これを外すのは大変です。この魅力感を外すことで自分の可能性の翼は一気に広がります。今回この未来工房に集まっている若い人たちを洗練された野口集団という表現をしてみたんです。洗練されているだけではダメなんですね。野口のたくましさと野口のしたたかさがなきゃいけないです。で、両方が揃っていて初めて自分の中のまだ気がついていないエネルギーが湧いてくる可能性がある。みんなすごいエネルギーを
誰でもが持ってるんです、自分の中に。気がついていないし、そのスイッチを、DNA のスイッチを入れていないだけなんです。でも誰もが持ってる。年齢に関係なく、誰でも持ってるんですね。でも、だんだんそのノブシ的な、したたかさが表に出ないように、1年、2年、5年、6年、8年というふうに、時間をかけて、無力感を学ばされてしまっている人間は、もうそのスイッチを入れるのがとっても大変です。コップの中に水が半分ある。コップの中にもう水が半分しかない。こういう表現って聞いたことあります？半分しかないという見方をするのか、まだ半分残っているという見方をするのか。実はですね、これあのリッツ・カールトンっていう、私が昔働いていた会社でもあったんですけど、まだ半分あるよねという見方の方が非常にこうポジティブなね見方で、もう半分しかない、なくなった半分投げたってしょうがないだろうという見方を我々は往々にしてしてしまいます。これは間違ってはいないんですが、時と場合によっては非常に危険なんです。なぜ危険か、なぜ半分なくなってしまったんだろうっていうところに自分の意識を持っていかないと、いつまでたっても問題意識が自分の中で明らかになることがないんです。なぜ半分なくなったんだろう、この半分なくなることに自分はなぜ気がつかなかったんだろうというところに自分の意識を持っている。例えばそういう発想が今まで自分の中になかったとしたならば、そういう発想で物事を捉えている。そうすると見えてくるものがあります。半分しかなくなってしまった、じゃああと残りの半分で自分たちがやるべきことは何なんだろう、この半分をもう一回コップいっぱいにするためにはどうしたらいいか、このことを考えていくことができます。今日本中のいろんな観光地なんかに行くとですね、人が来ないとか、昔は良かったなとかですね、あそこの旅館も潰れちゃった、でも昔はあそこだって流行ってたんだよ、こういう表現いっぱい聞きます。でも今から何十年か遡っていったときに、よくよく考えてみると、そういえばあの頃なんとなく人が来なくなってき始めた予兆はあったよな、なんとなくみんな気がつく時期があるんです。でもまだ来てるからいいだろう、まだ減ったってせいぜい 5% か 10% ぐらいのもんだろう、まだ毎日毎日のビジネスは成り立ってるぞと。で 20% くらいなくなって、なんか最近ちょっと人が来ないような気がするが、でもなんとなくビジネスは成り立ってるからいいだろう。気がついてみたら半分くらい来なくなっていた。立ち行かなくなっていくビジネスが出始めて初めて、えらいこっちゃ、どうする、手遅れになって潰れてっていく会社が、旅館が、観光地がいっぱいありますよね。もうじき長野新幹線が北陸に伸びます。私実はこれはあのビジネス、本当にビジネス上のつながりですけれども、 山梨県と金沢のお手伝いをさせてもらったんです。毎回金沢に行くたびに、明日も行くんですが、行くたびに金沢の人の本気さに触れて怖くなります。はっきり言われます。高野さん長野の人間だからちょっとでかい声じゃ言いにくいけどってでかい声で言われます。俺たちはこの新幹線を長野に泊まっても人が一人も降りないようにしたいんだ、はっきり言われますよ。そのためのお手伝いしてくれって言われます。私どうします、長野の人からこれから北陸まで新幹線伸びるけれども全部長野で降りるようなことをみんなで考えたいから手伝ってくれって言われるかって言ったら言われません。金沢の人平気で言われます。長野で人を下ろしたくねえんだよ、まっすぐ全部連れてくる方法を考えてくれよ。そのためにみんな真剣に考えてますよ。怖くなるくらい持ってる素材はすごいもの持ってるんです。金沢はすでにものすごくいいもの持ってるところが、さらにみんな一丸となってどうすりゃ長野で人を下ろさないでみんな連れてこられるかってことを本気で考えた時に何が起きるか、だんだん長野で降りる人が減っていくかもしれないんですよ。なんか今年は少し降りる人間減ったような気がするけど、でもまだ駅前も商売になってるし、善光寺さんのところも商売になってるし、まあいいんじゃないか。1年、2年、3年経っていくうちに
半分とは言わないけども、30% なんて減った日には、どれだけの店が潰れる？考えるだけで怖くなります。そういう時にね、まあそうは言っても、誰かが何かやってくれるだろう。ここに人が降りなくなったのは俺のせいじゃねえから、誰かが人を降ろしてくれて、商売何とかしてくれるだろうと思っていても、誰も何もしてくれません。唯一何かそこで行動が起こせるのは自分しかいないってことです。ビジネスの世界は厳しいです。私もビジネスの世界で30年生きてきた人間ですから厳しい中で育っています。特に営業の世界に長いこといました。マーケティングの世界にも30年いました。今物が売れない時代です。友人で車を売ってる人間とか保険を売ってる人間とかいろんなところで物を売る立場にいる、営業する立場にいる人間、私の友人にいっぱいいます。知り合いもいっぱいいます。観光地で観光誘致をやってる人間もいっぱいいます。みんな同じこと言います。物は売れない、人が買ってくれない、人が来てくれない。どうしてだ。理由わかりますよね。理由は一つしかないんです。あなたから買う理由がないからです。だから売れない。あなたから買う理由があれば人はあなたを探してでもあなたから買います。でもあなたから買う理由がないんだったらなぜ私はあなたにお金を払って物を買わなきゃいけないんですか。あなたのこの町に行く理由がないんですよ。他の町に行く理由がいっぱいあるときになぜ私はあなたのところに行かなきゃいけないんですか。なぜあなたのチームに私はお願いしなきゃいけないんですか。他に頼むチームがいっぱいありますよ。このことに気がつかない企業は潰れていきます。今いっぱい企業潰れてます。あるいは合併という名のもとに取り込まれていっています。気がついていない企業が取り込まれています。気がついて元気を取り戻している企業がそれを買っています。そして自分たちの手法でどんどん伸ばしていく。